皆さんこんにちは、おはようございます、こんばんは。北海道うまいもんチャンネルのリタです。よろしくお願いします。そうですね、この番組では北海道の美味しいものや珍しいものを紹介していきたいと思います。本日ですね、第1回目紹介するのはこちらです。こちらですね、北海道シューラスク、これですね、たぬき工事4丁目のお土産屋さんにしか売ってなくて、今日私買ってきてみたんですけど、買ってみてちょっとネットで調べたら、実はネットでも買えちゃうという、ただ新千歳空港とかでは買えない、ネットかたぬき工事4丁目にちょっと出向くかでしか手に入らない北海道大人気のシューラスクらしいんですけど、ちょっと私は今日初めて見つけて買ったっていう感じなんですけど、すっごい大人気らしいです。道民みんな食べてるぐらいの勢いのちょっとシューラスクらしいので、ちょっと私も一口食べてみたいと思います。見た目でもすごい本当にシュークリームです。なんか生地がこんな感じですね、ちょっと見えるかな、本当になんかもうシュークリームの生地のなんかあれですよね、断面っていうか、匂いも本当に焼きたてのシュー生地の匂いがするんですよ。ちょっと食べてみたいと思います。うん、あ、ちょ、味は美味しいんですけど、ボロボロこぼれるのちょっとあれですね、みんななんか食べるときはティッシュかなんかこれ引いてください。もうでも味すごい美味しいですね。なんだろう、なんかちょっと分かるかは分かんないんですけど、上にお砂糖、なんかメープルシロップのなんかこうコーティングみたいなのがかかってて、すごい香ばしくて美味しいんですけど、ちょっとパサつくのとこれ割れるのがちょっと難点かなって感じなんですけど、味は全然合格点ですね。ぜひ皆さんもたぬき工事に出向いた際には貼ってみてください。それでは次の動画でもお会いしましょう。さようなら。